マイクロビットのここがビビ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 ビッと点滅します。細かくこの動画では学校で実際どんなことが行われるのか、家庭でできる準備は何かないのか、家族で気軽にできるプログラミングってないのかを実際に実演も交えながらご紹介していきたいと思います。皆さん、ついに来ますね、2020年。2020年の年からプログラミング教育必修化が始まります。なんとなく始まるのは知ってるけども、何がどうなるのかわからないなっていうお父さんお母さん多いかなと思います。この動画では学校で実際どんなことが行われるのか、家庭でできる準備は何かないのか、家族で気軽にできるプログラミングってないのかを実際に実演も交えながらご紹介していきたいと思います。それではいきます。始めてみよう Windows 10、その3、プログラミング編スタート。では各学年で実際にどういうふうな授業が行われるのか、こちらをご覧ください。小学校では理科の授業や算数の授業の中でプログラミングの教育が一部始まってきます。これはプログラミング的思考、つまりは論理的思考のベースを、プログラミングを通して子どもたちに学びを与えるということだと思います。中学生では技術や家庭科の授業、僕の時代は校庭のジャガイモをスライスしてポテトチップスを作ってた時代なんですけど、今の子どもたちっていうのはその時間でプログラミングをやる、しかもこれより実践的なことをやるようです。高校では必修科目情報1が追加をされまして、そのプログラミングを使って、社会の問題を解決するというようなことを学んでいくそうです。大学では大学センター試験、僕たちみんな受けたかなと思いますけども、大学センター試験に代わる大学入学共通テストにプログラミングの情報科目が追加されたりとかということで、各学年で段階別ではあるんですが、子どもたちは長い年月を通じてプログラミングを勉強していくというような時代になってきます。プログラミング教育を学校に任せるだけではなくて、その準備としてご家庭で子どもと一緒に何ができるかっていうところ、知らない方が多いと思います。こちらご覧ください。じゃじゃーん、子どもとプログラミングを通して遊べるものって実はこんなにたくさんあるんですね。で、この中で僕は実際に子どもたちといろんな、イベントを通じて知り合ってるんですけども、特に子どもたちの受けのいいものを一つご紹介したいと思います。本日はこちらのマイクロビットを使ってプログラミングをやってみようと思います。ではマイクロビットを使って家庭での遊び方、勉強の仕方をご紹介したいと思います。まずは Windows 10の PC があれば、マイクロソフトストアをこちら開いてください。ストアでマイクロビットと検索をすればこのアプリが出てきます。これもちろん無料でインストールすることができるので、パソコンの中に入れてください。その入れたものを立ち上げてみるとこのような形になってます。これ簡単にご紹介したいと思います。とっても簡単です。一番左側にあるのはこれシミュレーターといいまして、プログラミングしたものがうまくいったかどうかを判断する挙動の確認をするところです。で、ここにですね、さまざまな項目がありまして、この中にたくさんのブロックがあります。このブロックを上から順番に積んでいくことでプログラミングを作っていくんですが、こちらここにプログラミングを実際にしていくシートがあります。これ結構柔軟にどこでも置けるような形なので、子どもからしたら非常に使いやすいような状態かなと思いますので、覚えておいてください。じゃあまず一つ試しにやってみたいと思います。まずマイクロビットのアプリを立ち上げたら、最初だけとずっとの2つのブロックがあります。まずはこの最初だけのブロックいらないので、これをこちらの項目のところに持っていくと、これゴミ箱マーク出てくるんで、ここで話せばペイ捨てることができます。ずっとというブロックだけを使いたいと思います。例えば基本のところを押して LED 画面に表示という大きなブロックがあります。これよく見ててください。このずっとのところにこの感じで、このデコとボコのところが黄色く光ったタイミングで離せばパチッと中にはまる形になります。で、これはマイクロビットについている LED ライトと同じ数だけになります。で、これ実は自分で好きなマークを作ることがなんとできます。こんな感じでするとこちら、自分がここで作ったマークがこのシミュレーターというところに反映されているかなと思います。この後に基本のところを押して下、一時停止ミリ秒100というものがあります。これを LED 画面の下にパチッとはめてあげます。はい。で、数字はちなみにこれ500に合わせることができます。するとこちらは 0.5 秒という扱いになります。まだシミュレーターに変化はない。
基本のところを押してください。基本のところを押した後、その下にその他という項目が出てきます。その他を押して表示を消すを一時停止ミリ秒の下にパコッとはめる。するとシミュレーターの方は一瞬点滅しているようです。これで最後に先ほど使った一時停止ミリ秒100を表示を消すの下にはめてあげて、これをまた500に合わせるとご覧ください。 0.5 秒ずつこの表示をつけたり消したりするという扱いになります。これ実際にシミュレーターは正常に動いているので、ここのプログラミング自体はうまくいったという形になっています。それでは実際にマイクロビットを光らしたいと思います。こちらがマイクロビット本体になります。じゃじゃーん。マイクロビット本体にはこれ A ボタン、B ボタン、LED ライト、これ25個ついてます。そして何やら下の金色の部分に 0123VGND と書かれてます。ここで様々な周辺機器、いろんなものと接続することができます。裏側めくったらこれご覧ください。じゃじゃーん。様々なセンサーがついてます。そして上の黒いボタンはリセットボタン、そして何やらケーブルを差し込めそうなところが2箇所あるわけですね。これがマイクロビットになります。じゃあ実際にこのマイクロビットの LED のところを光らしていきたいと思います。まずは必要なものはこのマイクロビット、マイクロビットとパソコンを接続するケーブルになります。マイクロビット側はこちらにマイクロ B の差し口があります。携帯の充電器なんかでよく使われてますので、自宅に1本あるかなと思います。これで差し込んであげます。これケーブルは皆さん大人の方は当たり前なんですが、よく裏と表がありますよね。これがちゃんと向きを合わせてマイクロビットに差し込むんだっていうのは、子供に教える上でとても大事なことになりますからね。そういう学びも一つ一つ教えてあげてほしいなと思います。こんな感じです。はい。そしたら逆側の差し口をパソコンに差してみたいと思います。パソコンに差し込みましたら、ここがオレンジ色が点灯しています。パソコンに刺さっている証拠です。それではパソコンの画面上の左下ダウンロードのボタンを押したいと思います。いきます。するとマイクロビットのここがビビ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 ビッと点滅します。細かく。でその後点灯したら準備 OK です。いきます。じゃじゃーん。ちゃんと光ってます。すごい。僕が自分で作ったマークが 0.5 秒ずつ点滅している。素晴らしい。これでプログラミングまず1段階目成功になります。でこれ皆さん、なんだプログラミングめちゃめちゃ簡単じゃんって思ったかもしれませんが、ご覧ください。このブロックというところの右側 JavaScript を押していただいたら、今僕が作ったプログラムというのはじゃじゃん、これ歴史としたプログラミング。こっちを見るとね、よりプログラミング感出ますけど、この一つ一つのプログラミングのコードをブロックを使ってやったんだという形になります。これ例えば一時停止のコードっていうのはベーシックドットポーズ500閉じるで一時停止 0.5 秒という扱いになります。これをブロックを使ってやっただけなので、これ子供は歴史とした論理的な脳の部分を使ったプログラミングを体験したという形になりますので、これぜひ子供絶対喜ぶんで家庭でやってみてください。もう一個だけやっていきたいと思います。超初級編です。こちら基本の下に入力という画面があります。入力をして一番上ボタン A が押された時のブロックをこちらに2個置いてあげます。この形で。すると2個目のボタン A が押された時が何やら黄色くなっちゃった。これね、無効扱いになったということなんですね。これ子供にもぜひ質問してほしいです。ボタン A のブロックを2つ置いた時に2つ目が黄色く無効扱いになったの、なんでだと思うっていう問いかけをしてあげてください。ちょっと親子で考えるのいいかなと思います。でもちろん正解はボタン A が押された時の命令が2つ存在しているので、どっちの命令聞いたらいいかわからないから2つ目は無効ですということになりました。とで2つ目のボタン A が押された時の A の横の三角形を B に変えてあげるとブロック復活、この感じになります。これでボタン A が押された時とボタン B が押された時のブロック置けました。そして最後に、基本入力の下にあります音楽というところを押して、こちら上から4つ目メロディーを開始するダダダムを、このブロックをボタン A が押された時のこちらにパチ、そしてもう1個音楽のところメロディーを開始するダダダム
をボタン B が押された時のところにパチッとはめてあげます。そして実はこれダダダムのところは三角形を押せば好きな音楽を選ぶことができます。まあ何が何やらどんな音楽かわからない方多いかなと思います。いろいろ試してみてください。僕の場合これ例えばタッタラタッタッタにして B が押された時はどうなんでしょう。パワーアップにしてみましょう。必ず A と B は違う音楽にするのがポイントかなと思います。でできたらまずはシミュレーターで検証です。実はシミュレーターのこのここ A ボタンも B ボタンもちゃんとこれ押せるようになってます。押してみます。 A ボタンタッタラッタッタ、いいですね。 B ボタンパラララララ成功。これシミュレーターでプログラミングが正常に動いている確認ができました。では左下のダウンロードを押して、マイクロビットにダウンロードビビ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 ビ完了です。でマイクロビットのボタンを押してみてもこれ音出ないわけなんですよね。なぜならマイクロビットには音が出るパーツがついてないからなんです。そこで登場するのがスピーカー。同じような仕組みのものが自宅にあればこれ使ってください。このジャックの差し口、オスの部分がついているスピーカーであればマイクロビットと接続がとても簡単です。こいつの場合は裏に電池が入るようなものでして、まあ、音量が電池が入るものの音量が大きめなんですね。その方が面白いと思います。でスイッチを入れればランプがつきますというこちらになります。これとマイクロビットを接続するんですが、そこで必要なのがワニ口クリップ。ワニ口クリップは今回色違いを2本用意しました。洗濯バサミみたいに挟めるようになってますね。なんとなく見たことあるかなと思います。じゃあ実際につないでいきたいと思います。マイクロビットの一番向かって左側0の部分にワニ口クリップを挟んであげます。挟んであげる、この感じ。 GND のところに別のワニ口クリップのケーブルを挟んであげます。この感じ。0に挿した方の色のケーブルをスピーカーの先っちょに挟んであげるんですね。横から挟んであげてください。で GND に挟んだ方の赤色のケーブルをこの根元のところに挟んであげます。この感じです。本当の先っちょと本当の根元に挟んであげる。横から見るとこんな感じですね。マイクロビットの A ボタンを押したいと思います。いきます。 A てって大成功。スピーカーから見事音が出ました。 B ボタンペレレレレ、気持ちいい。もう一回ペレレレレレ、気持ちいい。しかもちゃんとマイクロビットは点滅を繰り返しながらちゃんとボタンを押したら音が出る。仕組みとしてはなんとなく自動販売機に近いかなと僕思ってまして、初級編にはちょうどいいと思ってます。ボタンを押したら指定したものが出る、音が出る、もしくはボタンを押したら指定したジュースが出る。要は同じような仕組みですよね。これで、自動販売機の理屈といいますかを論理的に理解できるんじゃないかなというので、これマイクロビット超初級編で実際にやってみました。これ今回ご用意したスピーカーとかワニ口クリップ、マイクロビットケーブル、これそうなんですけども、自宅にあるものがもしあれば自宅のを使って、もし購入となりましてもそれぞれ全然高くない、気軽に家庭で遊べるものばかりなので、ぜひですねこれ家族で一緒にやっていただいたらと思います。大成功。ここで子供用 PC についてご説明したいと思います。使うのはこちら My First PC というインターネットのサイトがありまして、これねお父さんお母さんは全体的に目を通していただいたらと思います。こちらのグラフをご覧ください。先進国で最低クラスの子供のパソコン所有率ということです。まあ僕個人的な意見としまして、日本で子どもたちにパソコンを持たす文化って、まあ、今までなかなかなかったのかなっていうのが実情なんですけど、実際これこのグローバル社会と言われてる中で世界全部でいろいろ見た時に、先進国で見ると13歳から15歳のパソコンの所有率、例えば高いイギリスの方だと 75% ぐらいの子どもたちは持ってるんです。それが日本見てください、 22.1% 低い。これでこのグローバルな世界、外国人の方も今日本たくさんいますよね、の中で子どもたちはいずれ社会に出てお仕事に就くときにパソコンを持ってる子どもと持ってない子ども、それが社会に出たときにどうなってるのかって考えたら答えは明らかじゃないですか。だからこれから日本は子ども1人に対してパソコン1台
っていうのが本当に必要かなと思いますから、クリスマスプレゼント、誕生日プレゼント、なんかゲーム機買うってなった時に一回家族会議開いてください。もしかしたらパソコンがあれば、今日やったみたいなマイクロビットで遊ぶこともできるし、大きい画面で調べ物もできるしって考えたら、パソコンの方がいいんじゃないっていうような話し合いをぜひ家族で一度持っていただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。子供用のパソコンをもし買って子供に与えた時に、果たして本当にこの子は勉強するのかなって不安に思われてるお父さんお母さんって結構多いと思うんですよ。でそれを実際にマイファースト PC の中で調査結果が出てるんで、ちょっとご紹介したいと思います。ご自身のパソコンでもね、この動画の後にちょっとご覧いただいたらと思います。子供はマイパソコンで勉強するの、ご覧ください。親の本音というのはパソコンで勉強してほしい、そうです、もちろんです。で実際に子供にパソコンを買い与えたお父さんお母さんへのアンケートを見てみると、自宅の学習に役立ててもらいたい、学校での勉強のサポートとするため、他にもいろいろ理由ありますけど、まあやっぱり勉強に役立ててほしいというところがね、思いとして強かったようですと。お子様ご自身用のパソコンでどのような学習を実際にやってますかということです。ご覧ください、いろいろあります。勉強に必要な調べ物ありますけどね、でその中にだんだん増えてきているのがご覧ください。英会話、これも結構このグローバル社会大事だと思います。そしてプログラミングというのが出てきました。あとはまあ音楽を聴いたり、夏休みの自由研究をパソコンを使ってやるみたいなことも、子供にマイパソコンを持たせたことへの満足度、基本的に 90% 与えてよかった、勉強の意欲が高まったとか、情報収集能力、まあいろんなところから情報を引っ張ってくる力がちょっと強くなったように思うとか、で IT とかデジタル、まあ身の回りにあるものとかのですね、理解が増えたとか、資料作成能力が向上したように思う、すごい子供ですけどね、資料作成能力がすごい子供ってすごいなと思いますけど、学校に全部任せてしまうっていうことではなくて、家庭でできることをいかに準備期間の間にやるかっていうのは、やっぱ僕個人的にものすごい大事なことだなと思いますから、お父様お母様ぜひ子供用のパソコンご検討いただいたらと思います。では子供用のパソコンを実際にどういうふうに選んだらいいのかということなんですけども、こちらご覧ください。文部科学省がこの ICT 教育、総称して言うんですけど、この児童向けにどんなパソコンを用意したらいいんだろうというところの一つの基準としまして、これ書いてある通りキーボード付きで、ワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどが入っているというのが望ましいとなっています。そのプラスアルファとして、自由研究や観察の際に写真撮影用のカメラ機能がパソコンの中に初めから入っているとものすごく使いやすいんじゃないですかみたいなことも一応書かれてございますと。でやっぱり子どもに持たせて心配なのがこの、セキュリティ的な面ですね。ご心配される方本当に多いかなと思います。有害サイトをブロック、お子様を守るファミリー機能でございます。こちら読んでいただいたら、いかに安全に Windows 10のパソコンをお子さんが、そして家族で使うことができるのかということがここにズズズッと書かれていますから、ぜひこの動画の後に My First PC と検索して確認してみてください。この動画を見て少しでもためになったなっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは Windows が皆さんの生活をより良いものにしますように。さようなら。